は呪術廻戦の曲でしたが、皆様呪術廻戦は何から入りましたか？あの漫画から入ったよって人いらっしゃいますか？お、いらっしゃいますね。アニメから入ったよって方、おー、大半ですね。映画から入ったよって人、あー嬉しい。映画から入ったキングヌーです、よろしくお願いしますじゃあ、私はちなみに映画から入りました。映画、アニメって見ました。で、まあ次の曲いくんですけど、次の曲は私がキングヌーの中で一番好きな曲です。イエーイそれでは聴いてください、ビニール。Yeah.
ギターもなんかドラムももう何もかも難しくって、本当は、ね、リハ その1週間前とかもしできなかったら違う曲やるかみたいな感じで言ってたんですけど、もうみんななんとか仕上げてくださって、本当にこの曲ができてありがたいです。皆さんありがとうございます。そしてリードギター弾いてくださった1年生木田子です。実は1年生で初心者だったんですよ。もう1年生で始めたばっかり。すごすぎる。ありがとうございます。1年生もう1人いまして、キーボードのみゆちゃんです。すごい、うん、ビニールの意図するなよのところ合わせてくれて本当にありがとうございます。もうベテランのベースの4年生ゆきちかさんだったり、で次はリードギター薄井さんにお願いするんですけれども、4年生で本当にもうギターすべて任せて申し訳ないです。いや、で3年生、同じ3年生のドラムのゆきちゃんです。もう本当にもうすごいメンバー、レベルが高くてちょっとボーカル申し訳ないんですけどじゃあ次で最後の曲になります。いつだと気持ちきれなくて、どこまでも可能性がなんか散らばして感じたら、何かがどこに行くんだ、どうだって気づいてないのか、積み重なって積もっている場所を守ってるんだ、あんたのことを待ってるんだ。そのローレットの準備を起きれやしないよ、戻りづらくなる前が生きれるでしょう。僕は何を大事に見てるしな、嫌ってるんじゃないか、ちょっと今どれもバカいいなら、でも遠くに僕は待ってさ、押していた君がこのままの世界で、ここだけそこだけ目指せるから、それでも届かないか、さあどうかにここまでも落ち込んで自分らしく気づいて生きてた時に言うんだ、どれだけここにね、何だか待って見つけろ、どこまでも可能性となった、散らばして噛みついて